職質を受けて怖いんで、とっとと帰りますっていうかな。初めてですよ、秋葉原来て職質を受けたっていうのは。はい、どうぞ。大丈夫ですか。大丈夫。見てもいいですか。いいですよ。すいません。あ、取るって感じです。はい。他の人だけ気をつけてください、はい、他の人だけ映んないで、ちょっと映っちゃった、はい、別問題になっちゃってごめんなさいね。ちょっと開けていいですか。あ、どうぞ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、いいですか。これはアルコールです。アルコール消毒。あれ、以前なんか何回かこうお声かけとかされたことってないです。ごめんなさい、なんか何回もかけちゃってたらごめんなさいと思ったんですけども、あ、そういうのはないですよね。そのままお聞きしても大丈夫です。大丈夫ですよ。なんかありますか、ご身分分かる。あ、じゃあ身分証明書は一応出さないです。あ、そうですか。はい。あ、じゃあお名前を教えてください。勝手に座ってもいいですか。いや、勝手に座らない。あ、大丈夫。あ、わかりました。あの、だから、どうぞどうぞ。あ、わかりました、わかりました。どうぞどうぞ。申し訳ないんですけど、これ YouTube のネタになっちゃいますからね。あ、そうなんですね。はい。あ、というのはなんかよく乗っけられてるんですか。一応出してます。こっち見てもいいですか。いいですよ。大丈夫ですか。いいですよ、どうぞどうぞ。で、大丈夫ですか。他の周りの方とか毎回映ってないですか。大丈夫ですか。人は映ってないです。ああ、警察官が映してるんですか。映してません。あ、そうなんですか、はい、あ、そういうなんかこうそういう状況を見てもいいですか。どうぞどうぞ。カメラ欲しい、はい、いや、だから YouTube 上げてますから。ああ、それの関係でカメラをってことですか。で、はい、閉めますね。はい、ちょっと一応これ水です。ああ、もう全然大丈夫だと思うんですけど、もう、はい、ご理解ある方なんでね、はい、ポケット大丈夫だと思うんですけど。あ、出します、出します。外か、すいません、ポケット出します。それで大丈夫ですので、はい、出して上からポンポンで触るのは大丈夫ですか。大丈夫です。これは電話です。はい、そう、あと、あ、すいません、申し訳ないです。あと車の鍵です。ちょっと見てもいいですか。あ、はい、はい、いや、見なくていいです、これは財布なんで。財布の中身は大丈夫です。中身だけにしても、あまり嫌ですか。お願いします。特に、はい、じゃあ私は触らなければ大丈夫です、はい、特に、例えば中には、いや、入ってないですよ、入ってない。大丈夫だと思うんですよ、全然大丈夫だと思うんですよ。ハード型ナイフとかって思うんですよ。あー、まったく、なんて言えばいいんですかね、はい、気をつけてますから、そうですよね。そうですよね。刃物とかしっかり気をつけていらっしゃる方だと思うんですけども、全然、ね、すいません。触るのが嫌だったら全然。違うとこにしてます。お名前とか確認してもいいですか。いや、お名前いいですよ。あ、そうなんですか。なんか中にはこう他の人のカードを持っちゃってる方が中にはいるんですよね。なんで。いや、そうですけど、そこまでやります。あ、ね、一応ご協力いただいてるんですけど、これがカード犯罪とかに使われる可能性もあるんですよね。はい、わかりました。で、むしろお名前ここでなんか何々さんとか言うわけじゃないんで。一応それはやめておきます。あ、やめておきます。結局周り映っちゃってるんですね。いや、モザイクかけますから大丈夫ですよ、周りさん以外は。ああ、そうですか。はい、この中は大丈夫ですからね。本当にどうぞ。あ、もう大丈夫です。はい、すいません、ありがとうございます。任意とかだったら、はい、強制だったら出しますけど、はいはいはい、任意なんで。今までになんかこう、なんか、いや、ないです。警察官に対してなんかこう嫌な思いされたとか、そういうのもないんです。なんかそういうのがあるのかなってちょっと思っちゃったんですよ。もちろんないですけど、この状況が嫌です、ね、そうですよ、嫌ですよね。すいませんでした、ね、そこは嫌な状況だと思います、はい、絶対、はい、もうそこは重々承知なんですけど。あ、いい、今までもそういうことあるのかなと思って。いや、ないです、ないです、そういうのはないです、ないです。わかりました。これ思いっきり慢性場所、あ、慢性、そうですよ、出してあげます。あ、別に出して、あ、全然、まあ、YouTube 出します、はい、職質を受けましたということで、はいはいはい、ちなみに、はい、ちなみに出身はどちらの方ですか。あ、そこまで言わなきゃ、そこまではちょっとあれですね、個人情報になっちゃうんで、親御さんとか見てたら分かるようにしてますから。あ、大丈夫です、はい、それは、いや、一生懸命やってるというところで、あ、はい、なんかあれ、はい、YouTube であれどういうふうに乗っけられてるのか分かんないですけど、はい、どういうふうに乗っけられてるのか、例えば中に悪用してこう切り取って乗ってる人はいるんで。あ、それはしないです。一応危ないところはちゃんと切りますんで、はい、で、万世橋さんの、はい、警察官の方に職質を受けましたということで、いい意味でですか。出します。いいんじゃないですよね。いや、いい意味で出します。本当ですか。
あのやばいところはあのやばいっていうのはどういうあれですか。やばいっていうかあのそのやり取りでちょっと危ないところはちゃんと音は切って、はい、出しますので。すいません。いい大丈夫です。それはこの前とか聞いちゃ嫌なんですよね。いや強制だったら言いますよ。だから、まあ、いやもちろん知ってると思うんですけど、はい、よく言う霊場が強制じゃないんで全くね、はい、固くなに聞くことないんですけど、はい、参考まで私たちもほら今後お会いするかもしれないじゃないですか、はい、いやないと思いますよ、はい、秋葉はあんま来ないですか。秋葉は今日はですねハードディスクのパーツをパーツですか。なんか四角いのは大きだったな。これです、はいはい、これを買いに来たんですよ。なんで、はい。たまたま。そうですね。すみません。すみません。じゃあ助けてください。お時間。すみません。申し訳ない。いえいえいえ。またちょっと声かけられたら協力していただければ。はい。大丈夫です。ね、はい。ごめんなさい。あれが逆に言えば私の方がありがとう。なんでですか。そういうあれになるから。ネタが一個できましたね。非常にありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。